ちは。こんにちは。この度は、東京上映会ご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。いつか桜通りでに出てました、スタッフパーティーショー東京、雄大です。美しい人でゲストで、出ていました雄太です。はい、博多のタンブリーライフ主演務めさせていただいてました広政です。はい、これから、ラップアップインタビューということで、ね、どうなるか、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、一方その、タンブリーライフこちらまあ、ちょっと言ってみれば短めなんですけど、ただ僕でも結構考えさせられたところもあって、なんかね、泣けるところは実はないと思います。だけど私ね、泣いてしまいました。なんで幸せになってハッピーな涙。涙の種類が違うんです。そう、そういう意味ではちょっとね、おすすめですね。ありがとうございます。うん、これからもね、楽しみですそれ。どんな感想をみんながこう持ってくれるかっていうところが楽しみということです。ありがとうございます。はい、ゆうたくんの美しい人から、うん、これはまあ、ゆうださんも言いましたけど、とにかくロケにお金がかかっているってことに驚き。お金ですよ、お金。僕これ自転車で動けるところでしか撮ってないですね。もう全然違うんですよ。博多なんてもうほんと歩いて行けるところで撮ってるので、すごいロケ地すげえなみたいな。はい、もうそれがまず一番すごくて、あとはまあ、ゆうたくんはまあ出てるんですけど、この黄色いパーカーの子、彼台湾人で、まあちょっと映画の中ではまあ、ヒロシ君とちょっと絡むところがありますけど、こういう海外のキャストを使っているってこともびっくりしました。多分コミュニケーションとかそういうのも大変だったんじゃないかなと思います。うん、もうこれはね、とにかくお金がかかってるんで、景色が綺麗、とにかく、はい、いろんな映像が綺麗です。はい、なので結構重いからね。はい、結構面白くもあり重くもあり、いろんなことがあります。すごくおすすめの、はい、映画、これは博多でも見れます。次の大阪では残念ながら見えないんですけど、博多と沖縄で見ることできるので、気になる方はもうぜひぜひ。濡れ場もあります。濡れる、よろしくお願いします。はい、はい、次はですね、こちらのいつか桜通りでという、はい、雄大さんと彦くんと、まあ、トシさんが、まあ、メインキャストになるのかなと思うんですけれども、まあ、これお芝居で実は博多でも指導したことがありますね。あ、そうですよね。はい、そうだ。なので博多の方はこれ多分覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。で、映像になってちょっと違うように感じたのは、時空のズレがすごく分かりやすい。あ、そうだね。はい、過去だったり今だったり、過去だったり今だったりっていうのが映像を使ってうまいこと表現できてるなっていうのを僕は思いました。まあ、名台詞もあったり、本当に涙涙で泣いてばっかりみたいな映画になってますけれども、切ない恋をちゃんとしようと思わせてくれるような、本当に本気できないとね、はい、いい映画だなと。何誰これ、はい、まあ、本気できないね。ちょっと話がわけわかんなくなりましたけど、本当にもう恋のための映画か、はい、恋をしなさいです、はい、そうなんです。名台詞出てきますので、皆さん会場に足をご覧ください。次の大阪、出ます。